日曜日、日曜日、今日は楽しい日曜日っていうのも、あやつじさんとデートすることになるんですよ。その模様を今回お届けさせていただきます。さーて、今日は何をしようかな。いや、やること一つだろう、お前。え、一応他にもイベント三つ増えたね。いや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 、いや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 、あやつじさんの約束をすっぽかしてこっちをやるだなんてことあったら終わりですよ。だからもちろんですけども、これをやりましょう。今日はあやつじさんとデートだ。待ち合わせ場所に急ごう。で、これをやることによってまた星に近づけるんだよね。ここはやっぱゴールになるので、そこに向けて今やってる最中ですよ。まずその過程の中の一つですね、このイベントは。駅前で1時に約束してたんですけど、これが駅前なので、初めて来たわ、こことかさ、まあ、いろんな人がいますね、駅前ともなれば。これはだいぶ待たされる系ですか。純一は20分前に来たんだけど、そろそろ約束の時間だけど、あやつじさんはまだみたいだな。あやつじさんた約束の時間には到着してて当然ってイメージなんだけど、そうだよね、イメージとしてはね。ちゃっかりしてるのがあやつじなんだけども、もしかして。でもあやつじさんに限ってそれはないよな。あ、来た、やっぱりね。お待たせ、ちょっと遅れちゃった。お、これがあやつじの私服姿。まあ実は初見ではないんですけどね、2度目ですけど、まあ可愛らしく印象に合う服じゃないですか、あやつじって感じ。ほんとごめんなさい。めっちゃ謝ってる。ううん、大したことじゃないわ。ただ昨日用意しておいた服よりこっちの方が女の子らしいかなって。ほう。笑い事じゃないんですけど。いや、でも可愛らしい一面じゃないですかね。この服どうかな。あやつじさんの私服姿か。めっちゃ見るやん、めっちゃ下まで見るやん。なんていうか、おお、ここで選択肢か。え、すごくいいと思う。あやつじさんなら何を着てもバッチリだよ。あ、これはもう一番ダメなパターンやね。服を褒めないと。選んできた服は、女の子はやっぱそういうとこ褒めてほしいんですよ。何でもとか雑に言っちゃうと、なんやこいつってなりますから、これはもう、すごくいいと思う。まあそれはそれでちょっと小学生並みの感想やけどね。こっちでいいでしょ。あんまり余計な一言言わない方がいいんじゃない。それは褒めすぎ、オーバーだと言葉の重みがなくなるわよ。言葉の重み言葉の重みおじさんですか。あの人こっから撮ってたんじゃないの。でも頑張ってよかった。あー、そう言ってもらえてこちらもよかったです。間違いではなかったんですね。ううん、別に。そう、こいつは重要なところが聞こえないギャルゲー主人公病にかかってるんでね。それじゃあ行きましょうか。でも俺にはちゃんと聞こえたし、可視化されてたので言葉が。嘘じゃない、嘘じゃない。ここからですよ、デートの本番はね。出た、遊園地。なんやあの像。遊園地なんて久しぶりだな。すんげえ腹筋割れとるけど。何あれ。なんか腰に蛇みたいなの巻いてんの、あれ気持ち悪い。何の像なの、誰の像なの。上まで見られないから顔わかんないんだよね。まああと遊園地なんで子供たちも多いわな。ええ、確か小学生の時に一度だけ。一度だけっていうのも寂しいね。まあエリート家系なのでね、そういうほとんど両親と出かけたりしなかったから。うん、まあ言ってる通り娯楽をですね全然楽しんでないんだよ。そうね。そうね。ジェットコースターとか。うわ、ジェットコースターね。初めて乗るからちょっと楽しみ。あ、そうなんだ。私当時は小さかったから身長制限でアウト。うん、過剰な期待はしてないけど、それでもどんなものか楽しみだわ。
想像を絶するものだと思うけどね。そしてこいつ高所恐怖症なんだよな。その設定があるからかっこ悪いところ見せるんちゃうんかお前。ゲロとか絶対吐くなよ。それもあやつじに向かって終わるぞ恋が。乗った風が気持ちいいわね。うわうわうわ、もうこの感じ文字で見てても気持ち悪いわ。俺もジェットコースター苦手なんで。なんか楽しいことを、楽しいことを。ここからね。うん。あれ？これ映像として流れないパターンですか？ずっと黒い。あ、終わった。でね、なんかよく見たらいる。楽しかった。なんだあれ、マスコットキャラなの？この遊園地の。すごいなんか鎧着てるけど。思ってたより迫力があるのね。うん、これなら大人でも楽しめるわ。いや、わかんねえ。ずっと黒画面だったんでね。文字だけだったよ。あれ？どうかした？なんでもないよ。もしかして怖かったとか？あら？まさか。だとしたら高いところが苦手とか。全部バレてる。察しがいいな。ここは話題を変えてと。ジェットコースター。2周目聞こえなかった？ジェットコースターに乗りたいって言ったのよ。絶対嫌がらせ目的やろこんな。じゃあ観覧車。うわ絶対そうだ。もうバレてるよねこれ。あなたはどっちがいい？どっちも嫌という選択肢しかないんじゃないか。乗ってる時間が短いのはジェットまで言いかけて。観覧車ね。わざとだ、絶対わざとだ。お返事は？お返事。いや、そこでいいって言えよ。尻に敷かれすぎやわ。僕は今日生き残れるだろうか。死にはしないよ。事件に巻き込まれなければね。これもう乗ってんの観覧車。楽しかった。いや、なんか全部終わった後か。そう、いろんな意味で。あれ？顔色が悪いけど平気？お？あれだ、あれなら絶対に大丈夫なはず。なんだろう、もしかしてお、ば、どれ？け、屋敷的な。おー、じゃない？なにこれ。ファラオの中、最後までわからへんわ。これなんだか面白そうだよ。なるほどね、なんかファラオをモチーフにしてるなんか遊園地ってことこれ。だからなんかあの石像もファラオのなんかだったんだ。エジプトの謎ね。所詮子供騙しでしょ。そう、つまらないのが苦手。まあいいわ、入ってみましょう。いや、実はそう言いつつみたいなね、女の子の一面も見られるんじゃないかなと僕は今期待してるんですよ。よし、作戦通りだ。まあ、とりあえず順位的には高いとこじゃなくてホッとしてるでしょうね。あ、あれ？看板にはファラオ謎の入り口って書いてあるじゃないか。確かこれはエジプトの謎ってアトラクションのはずだけど。うん、そこからすでに謎だな。え、なになになに、ちょっと怖いんですけど。先に一人で行くなんてひどいよ。全然怖がってないね。おーおお、なにこれ。うわー、なんか BGM も不気味だし。ゲーム変わったよ。まあ、アトラクションこれまでね何の意思もなかったんですけど、ここはあるということは重要なイベントがあるんでしょうね。明るかったら驚かせようがないじゃない。いや、もうそういうこと言うなや。おお、おお、
おお、何これ、え、エジプト関係なくない？なんか一見ちょっと侍ゾンビ的なそんな感じしますけど。あ、消えた。おお、なになになに、結構よくできてるわね。いや、その流れでなんかそんな感じで出てこないでよ、一番怖かったあのなんか弱くなゾンビ的なものよりね。ミイラか、あれは。触った感じはいまいちだけど、見栄えとしては旧大点お化け屋敷評論家みたいなになってるけど。でもあなたの怯えた顔を引き出すにはこれで十分みたいね。腹立つな、怯えた顔みたいのはこっちなんだよ。さあ、いつまでも腰を抜かしてないで奥に進みましょう。頑張れファラオの謎このアトラクション大人たちびっくりさせろ。最後の見せ場ってところかしら。動いてるのもちょっと怖いよねこれ。これだけ広いスペースを取るのはそれだけの理由があるからでしょ。おおおお、キング、おおってなんだよ。ふふ、うん、はい、どうぞ。え、なにその息、臭い息。これどういうこと？可愛いは可愛いけど状況を飲み込めない。顔はあやつじでも下側はあやつじじゃない。で、声もなんかちょっとねトーンが低くなってるというか高くなってんのかな、この場合。はっきり言いなさいよ。ほら、なんかちょっと舌足らずな感じで子供っぽい。どういうことやこれ笑えるけど。ちょっと何？撃つわよ。全然怖くないわそうか、まだ気づいてないんだ。どういうこと？こんなことが。あ、目線を下げてね。ペチン、痛くない。ノーダメージ。知らない。こけた。平気。いや、しかしどういうことこれはそこじゃなくて、なんか子供になってもあやつじさんはあやつじさんって感じだな。よし、ちょっと意地悪でもしてみるか。まだすんのかよお前懲りたろもう。何よ。僕がちょっと先の様子を見てくるから、あやちぃさんはここで待っててよ。大丈夫、すぐ戻ってくるから。待って。なるほどね、11がしたいことそういうことか、分かったよ。追いかけてこないぞ。
ちょっとやりすぎだかな。もう少しだけ意地悪してやるか。いや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 、あかんでしょ、これ。さすがにね、引き時やめ時考えないと、やりすぎると関係が壊れるからね。あの感じ、去り際の感じ見てると。まあこれはもうちょっとやりすぎて反省して元に戻した方がいいんじゃない。このイベントそのものが謎やけどな。どういうことなんや、どういう原理で。平気。それより先の方はどうなってた？そっか。ねえ。あたし、ずっとこのままなのかな？ちゃんと元に戻れるのかな？じゃあ、背も元に戻る？胸も元に戻る？育ってたもんね。胸や元からそんなないんじゃ。うわ、お前やりやがった。遅いわ。バカ。次は蹴られた。さすがに威力あるな。すで、あ、絶対痛いとこやわ。大人子供関係ないよ。知らない。お前プレイヤーが気使ってよ。お前わざわざここまで戻ってきてやったの。なんでそこでお前が急に爆弾発言すんのよ。うるさい。やっぱりね、かわいいこのイベント。平気。これさっきやったよね。このくだり。手をつなごうか。いい。いやいや、ちょっと危ない思考になりつつないか、お前。ちょっと心配やぞ、さっきから。ドキドキしちゃあかんのだぞ、この環境にね。相手は子供なんだから。何よ。うわ、ちょっと、こいつ怖いぞ。またすね蹴ってきた。いや、正しい反応だよ。本当にバカ。いや、これをなんでアトラクションだと思ってんの？なわけないでしょ。どういう原理やねん。さっきからずっと。で、終わりが見えないんだよね。あ、出てきた。あ、で、戻ってる。お昼ご飯。え？あなた持ちだからね。あ、はい。それならね。デザートもよ。デザートも小食って言ってなかったっけ？なら許してあげる。よかった。いや、でもびっくりしたな、本当。せっかく遊びに来てるのに、いつまでも怒ってたって仕方ないし。ほら。分かったらさっさと行くわよ。終わった。ロリあやつじさんパート。
あれでも精神的にもちょっと 幼くなってたような気がするんだけどね。あ、でお昼のあれは見ることはできず、そんなこんなで今日の一日を終えても遊園地から出てますな。満足。まあでも十分こちらも堪能させていただいたんでね、ありとあらゆる部分をね、まあ十分じゃ十分ですけど。まあそうかもね。さてこれからどうしようかな。そうだよな、一番重要なことが待ってるはず。このまま帰るのはもったいないよな。あやすじさん、この後って何か予定ある？特にないけど。そうだよね。じゃあさ、もしよかったらどこかに寄って帰らない？そうね、構わないのよ。さあ11、どこを選択するの？でもどこに行くの？これもしかしてプレイヤーが選択したりするのか？できれば静かな場所がいいんだけど。あ、静かな場所、二人きりになれる場所。丘の上公園とか。そうそう、なかなかいい選択じゃない。たまには頭が働くのね。普通に褒めて。まあ、でもこっからなかなか重要そうな甘いイベントがあるかもしれないんでね、見届けていきましょう。そうでもないわ。でもなんだか1年分ぐらい遊んだ気がする。それがそうでもないんだな。私、誘われない限り自分から遊びに行くことってないから。うん、人気とお誘いは別よ。当然あるわ。何よやっぱりって。あのね、大して親しくもない人と私が遊びに行くとでも？ただの時間の無駄遣いじゃない。何？それ聞くこと？図書館で勉強、あとはお茶しながら本を読んだりとか。私あんまり家って好きじゃ。そうね。そろそろ帰ろうか。あ、そうだ、帰りがけに駅前を通ってもいい？あなたと通りのイルミネーションの下を歩いてみたいなって。ダメ？それなら行きましょう。ション歩くパートはあってよ。そこ一番重要なのに、そこないんかー言うてね。結局まあキスとかそういうことはなかったですけど、まあそれはね、翌週もラスト週になるんですけど、そこでいろいろとやると思うので、まあそこまでに取っとけよと、ある意味開発者からのメッセージみたいなのもを僕は勝手に受け取りました。やりすぎるもんじゃないよ、何にしたって。バレてるんだよね。言ってねえよ。とぼけてもダメダメ。その顔見たら分かっちゃうんだから。兄のことを全て理解してる妹。でも妹のことを全て理解できてない兄なんでね、あんたのことを一番攻略したいし理解したい、そういう思いはここにもありますよ。未だ持ち続けてるんでね、まあ、こんな感じで35日目の日曜日、あやすじのデートは終了して、さっきも言った通りもう次の週が最終になるので、今の感じ見てるとどうなんだろう、もう好感度は最高潮なので、あとは月の上側、まあ、つまりは星イベントを消化したりするだけなんですけど、それができるのかどうか現段階では分かんないし、
まあ何にしても分かんないですね。これまあどういう感じで終わるのか。クリスマスイブのあれだってこれまで進めてきた委員のあれもう完全に解任されて何にも関わってないんで、結局それも見届けることなくどういうラストになるのか、ハッピーエンドになるのかバッドエンドになるのか、もう何でも言います。何も分かってないので、まあ、進めていけば分かるものをまた次回以降も進めていくということになります。興味があればまた見ていただけると嬉しいです。